どうもおじさんです。まだおりますまだプライムでおります。おじさんで家、おじさんの家です。ちょっと環境が悪いんですけど、エアクオリティインデックスは低めなんですけども、家ということでプライムにおります。はい、ということで今日はね、ちょっといつもとは思考を変えて噴水行こうとします。噴水、はい、噴水で涼もうと、そう考えております。はい、じゃん、行ってみましょう。暗くなってきちゃいましたね、もうね。もう夜の8時近いです。7時半ぐらいですね、ただいまとなっております。まず歩いていきます。散歩しましょう、おじさんと一緒に。おじさんと同じタコいる。おじさんと同じタコ。騒音がすごい。いや、実は今日何してたかというと、電気系にトラブル。トラブルだらけ。電気系にトラブルで。いろいろやってたんですよ。皆さん、なんかちょっと発見したんだけど、このドラッグ、ここ見える、ここたぶんおじさんと同じ、あのジョインエルゴーのダッシュカムつけてましたね、多分ね、あのトラックで。多分リースで返したのか、まあ、カンパニードライバーさんなんかちょっとよくわかんないけど、多分返したんでしょう。だから取って穴だけ残ってました。うん、多分そう思う。すごいっすね。すいません、話が飛んで、セミがすごい。ミンミン打ってます。こちらが午後8時のプライム社員駐車場です。お、スバル 2.5XT。 XT ってターボじゃなかったでしたっけ？違いましたっけ？ターボ？なんか工事してますね。現場の機械がおります。ちょっと見てみましょう。アスファルト敷き直しかな。すいません、話が飛び飛びで恐縮なんですけど、プライム本社のバンクルームとシャワールームがすごい新しくなってきてます。結構ボロボロボロっちかったんですよ。なんかボロっちくて狭くて、なんかまあこんなもんでしょうっていう感じだったんですけど、なんか結構良くなってる。新築、なんか結構タイル張りで、今日写真撮れそうだと撮っています。うん、壁とかも良くなって儲かってますね、ロブさん。ロブさんみたいな。やっぱそういうね、福利厚生もドライバー集めの一環なんで、重要だと思いますね、やっぱね。こういうメガキャリアさんはそう思う。やっぱね、そういうのがあるからプライムがいいっていう、僕みたいな人もいるじゃないですか。便利便利みたいな、そのシャワー入り放題でトラック止めてでも駐車料金も取られないし、でちょっとしたことなら隅でこちょこちょってその作業しても怒られないし、便利なんですよ。これ完全に全部自分でやるとなったら、まずトラックを止めるために家買って家で、トラックが止めても怒られないようなところに家買って、でとか全部自分でやるとすごいやっぱお金かかるんですよ。だからうまく活用するとすごい得っていう話。だからね、その福利厚生の一環としてシャワー新しくしてくれるとか助かります、そういう話ね。
だって皆さん冷静に考えてみていただいたら分かると思うんですけど、やっぱり自分の家でシャワー入ると例えばタオル洗わなきゃなんないとか、お金かかるじゃないですか、当たり前だけど、水のお金、お湯を温める電気代、ガス代ね。だけどプライムでシャワーに入ってればただ全部ただなんで、はい、そのお金の節約になるって話ね。そういうことです。じゃん、来ました。この間ね、洗ってたんですよ。なんか水抜いて清掃してただけど、そんな綺麗になってるようには見えないですけどね。なんかちょっとこれはもう染みついちゃってるのかな、なんか水垢みたいのが。どうせならロブローさん、ここにプールつけてくれればいいのにね。このここ社員用プールみたいなどうせなら、そしたらこういうスプリングフィールド、夏結構暑いんで、なんかこれをもう3倍ぐらいにして、でなんかこういう子でここでグリリングできて、でなんか水でパチャパチャ遊んで、ドライバーさんでリラックスできるみたいな。あ、どうせならそうしてくれるといいんだけどな。そう思いませんか、プール付き。ということで回っております。あ、ゴミ落ちてる。よく整備されてますね、毎日毎日。庭のお手入れの方が一生懸命頑張ってお手入れしてるんで、綺麗になってます。あとなんか最近ね、気づいたんですけど、プライムがクレディットカード発行し始めたんですよ。なんか燃料が安くなるってやつ、プライムアドバンテージだけど、これ気になってる。なんだろう、ちょっと見てみよう。別にプライムドライバー以外も入れるみたいですよ。アテンションね、アベレージディスカウント47セントパーガロン、ほらプライムインクアドバンテージプラス、プライムアドバンテージプラス .com 1700ロケーション、どこどことだろう。研究してみる必要性がありますね。クレディットカード、プライムはそういう金融商品にも手を出し始めたみたいです金融商品別にプライムドライバーじゃなくて誰でも入れるみたいな。47セント安いみたいです。いろいろあるんでね。っていうかすごいうるさい。どうも、こんな感じ。涼んでます。あ、それでまあ話戻るんですけど、電気系にちょっと障害が出てて、それの修理というか、修理兼トラブルシューティングしてました。で、なんとなく分かった問題、インバータあったじゃないですか、あれがなんかおかしくなり始めたんですよ。だから何かなと思っていろいろ調べてたら、多分ね、トランスファースイッチって言ってリレーついてるんですよ。多分リレーの接点がやられてきてる。だから電圧がなんかこう接触が完璧じゃないから電圧が下がっちゃって、それでなんかオンオフオンオフみたいな風になって、なんかもうね、ちょっと面倒なことになってたんですよ。で、今日いろいろやってたら多分間違いなくそれだろうという結論に達しました。で、多分そうじゃないかなと思って、あのパーツは頼んでんですよ。で、だけど残念ながら多分ね、届くのは明後日かな、明日には届かないと思う。明日届けば嬉しいんですけどね、週末作業できるから。だけどまあ直そうと思ってます、もうこの際なんで。はい、あ、なんか来ましたよ。なんかちょっと日本の歌手みたいのが日本の歌手さ、青いサングラスかけたお兄さんあ
はいどうも。なんかすごい日本の歌手みたいな青いサングラスかけたお兄さんがやってきたんですけど、今ちょっと話してせっかくなんで撮ろうかなと、会話を撮ろうかなと思っております。こちらちょちゃん、久しぶりです。まるちゃんです。まるちゃんさんです。どうも久しぶりです。どうも。今回まるちゃんさんはカンパニードライバーからリースになるってことでいらしてるようです。で、僕が3週間も滞在してる関係で会うことができたっていう。3週間目ですか。3週間目ですね。もう、3週間目ですね。そうですか。で、まあ、話続きなんですけど、はいはい、緊張しないけどさ、普通に、普通に。はい、で、カンパニーからリースにしようと思ったと。なぜ。よし、これはもう家なくてもいいやと思って、家なくても完全にドラッグに住んで家賃もなくて家賃もなくても毎月のもう支払いは携帯代だけだし、あ、金貯まりますね。それでもう頑張って貯めて、ちょっと、まあ、5年後ぐらいからもうまたちょっとレストランビジネスを始めたいなと思って、まあ、そういう目標で。レストラン、元レストランオーナー様、うん、でまた始めると。そうです。またちょっと夢なんで。いいですね、はい。そういう夢を持って夢のために頑張ってお金を稼ぐみたいです。はいはい。で、まあともかく、来てどんな流れでしたっけ？そのリースするにはなんかただリースしたいってだけじゃできないんですよね。要はカンパニードライバーさんだったんだけど、はい、なんか会社の人に言ったんですか？やりたいんだけどってリースを。そうですね。フリートマネージャーにリースやりたいからっつって。で、TNT の時のそのリースのマネージャーの方に自分そっちの方に送ってくれって言ったんですけど、そしたらなかなかその今のフリートマネージャーから連絡来なくて、どうしたんだろうと思ったら、いや実は僕もカンパニーのフリートマネージャーからリースに行くっていうことで、はい、あ、じゃあもちろんついていくよっつって、今のフリートマネージャーってすごいいい関係でやってると思うんで、あ、なるほど。フリートマネージャー変えるの嫌だなと思ってたら、コミュニケーションうまくやってて、はい、慣れてるからですよね。はいはいはい、うん、で彼も、まあ、あんまり英語がそんなペラペラ喋れないことも知ってるし、まあ、結構いろいろそういう僕のことを知っててくれてるんで、いろいろ助かると。はい、リースに変えるっていうかフリートマネージャー変えるの嫌だなと思ってたら、彼もちょうどリースに行くっていうことで、あ、リースのフリートマネージャーになるってことですか。カンパニーから、カンパニーのフリート専用のフリートマネージャーから、そう、彼もリースに、ね、ってことで、じゃあ、あ、じゃあ一緒に行くよって言って。なるほど。でじゃあすぐ行こうっつって、あ、それで、はい、でだから彼がまあちょっといろいろ手続き手伝ってくれたり、話が分かりやすいと。そうですね。まあ、そういうのもあって、まあ、いろんなタイミングがあって、いいかな、じゃあ、はい、すぐ変えようっつって、なるほど、こっちに送ってもらって。あ、なるほど。スプリングフィールドの、その話出たの、じゃあつい最近ですか？ 2,3 週間前とか。そんな感じです。はい、2,3 週、そうですね、1ヶ月ぐらい前かな。1ヶ月ぐらい前、はい、ちょっと失礼。あ、なるほど。こうやっとかないとね、フリーズしちゃうんですよ。なるほど。こうやっとかないとフリーズしちゃうんで、今冷やしてます。なるほどね。で、それでプライムの場合、僕もリースで始めたのだいぶ前なんで、あんまりはっきり覚えてないんですけど、はいはい、なんかそのリースやる場合はなんかクラス受けなきゃなんないんですよね。そうですね。どんなクラスですか？何を受けたんですか？昨日セーフティー、要は安全運転の基本みたいなやつですよね。はい、うん、セーフティーと、あと今日がスリングショットって、まあいろんなそのクアルコムのやり方とか、なんかそのチッパーのところついたらこうやるとか、そういういろいろ手順みたいなやつを。でもそれとカンパニーと同じですよね。違うんですか？そうそう、出なくていいって言われたんですけど、うん、まあ時間もあるし、あ、もう一回復習ってことね。そうですね。やっぱ一回やってからまたもう一回講習行くと、なんか確認とかできるじゃないですか。あ、まあそうですね。あ、間違いないかとか、はい、忘れてたことが、そうですね、思い出したりとか、はい、まあ、そういうことです。プライムの場合は免許取った後にそのここの社内で教室があってね、はい、でそこの月曜日から金曜日まで朝から朝もうずっと毎週やってるんですよね。専用の先生がいてね、はい、もうどんどん生徒が入ってくるんで、で自分が行ける時に行って受けて、受けると誰々さんは出ましたよみたいな、そうそう、はい、っていう風にしてくれて、で次のステップ進めるって、そういうことですよね。はい、でまずはそのリースやるにあたって、その
安全運転のクラス一つ出てセーフティー積んでて、はい、あとはその仕事のやり方のクラス出なくてもいいけど、まあ、一応復習を兼ねて出て、それが昨日、はい、結構時間かかるんですよね、朝から晩まで。まあ半日というか、まあ、丸1日朝から夕方ぐらいまでですよね、はい、丸1日朝8時から行って3時4時ぐらいまでかかるってことですね。結構かかるんですよ、はい、ね。主に何ですか、ビデオ見るんでしたっけ。ビデオ見て、そうですね、セーフティーもでも僕も今回で3回で受けてるんで。っていうか何、あのクリティカルイベントで呼ばれたってことですか、過去に。いや、僕みたく1回目と2回目はね、あの TNT のトレーナーになるあの講習受けたんですよ、実は。あ、本当？僕 TNT できるんですよ、トレーナー。すごい。そう、うん、その時と、そんで今日で3回目セーフティー受けて、はい、スリングショットも受けて、で今回初めてプロメンテナンスっていう、ああはいはい、受けて。聞いたことある、はい、それはあれですか、例えばトラックが途中で壊れた時にこうやったら直せるよとか教えてくれるんですか。まあ基本的にはそうですね。例えば何を教えてくれるんですか。APU のやつとか、APU のこととか、あと例えば具体的に APU の何を教えてくれるんですか。それこそあのベルトがキュルキュル言った時の締め方とか、うんうん、あ、本当、はい、すごいですね、はい。どうやって締めるんですか。僕なんか自分でこの間どうやるのかなと研究したんですけど、やっぱりプライバー、緩めてプライバーみたいなのを押さえてオルタネーターグッてやって締めるとか、はい、そういうことですよね。実演はしてくれなかったんですけど、うん、ビデオ口でバーって言われて。あ、口で言うってことね。あ、はっきり言ってはほとんど分かんなかったからですよね。見ながらやんないと分かんないですよね。そう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 、普通ね、道具もなきゃできないし。そうそうそう、はい、ただまあ一応教えてくれると。そうそうそう、まあいろいろねあるんですけど、はい、なるほど、はい、でそれを受けたと、はい、で、今日は、なんだっけ、スリングショットとプロメンテナンスやって、はい、で終了です。で明日、あ、で昨日が、昨日なんだっけ、セーフティーともう一つなんだっけな、ログクラス。あ、ログね。はい、ログクラス、クアルコムの使い方。はいはいはい、まあおさらいですね。おさらいですね、はい、おさらいです。で今日もまた受けて、でまだあるんですか。もう一応講習はないです。講習は終わったと、はい、終わったみたいです。おめでとうございます。ありがとうございます。そうですね。で明日、まあ、リースと話してというか、まあ、呼ばれて、あれですか、あのもうトラックを選ぶってことの段階ですか。そうですよね。あ、ウェイティングリストに乗っかって乗せてもらうに行くってことですか。それとも乗ってんですか。もうまだ乗ってない。多分 E メール今日、まあ、夕方に送ったんで。ああ、やりたい。朝一かなんかに連絡来ると。そこ行くってことですね、サクセスリース。多分、はい、順番が来たら多分電話来てそこに行くみたいな感じだと思います、ね。あ、はい、なるほど。でそこからトラックのなんかあれですよね、なんかリストがあってその中から選ぶ、はい。ウェブでも見れるはずですよ。そうですよね、うん、サクセスリースのウェブに行くと、はいはいはい、今何がありますよみたいな、はいはい、だけどやっぱね、はい、技術ですからね、新車の方がいいじゃないですか。そうですね、その話してたんですよ。なんか、はいはい、新車だと待たなきゃなんないかもしれない。そうです、ね、だけど1ヶ月4000ドルですよ、はいはいはい、1ヶ月4000ドルの経費がかかるんで、はいはい、なんかまあでも新車がいいって保証はないですからね。そうですか、うん、はい、結局、はいはい、やっぱ新車っていろいろ問題出てきたりするじゃないですか、はい、だけどなんかちょっと問題が出て直して、はいはい、直して直してっていう方がなんかもう落ち着いてるっていう可能性があるんで、はいはい、分かんないですけどね。5000マイルから1万マイルの間ぐらいとか。いや、それいいか。もっと5万マイルとか。あ、そうですか。5000、1万とかだとトラックだとすぐ行っちゃうじゃないですか、はいはい、1週間とかで、だからそのぐらいだと問題出てこないんで、だからもうもっと結構走ったやつとか。あ、そうですか。まあ、まあでもそれ人によりますけどね。ほうほうほう。まあ運の問題なんで、はいはいはい、ね、トラブル出るか出ないかっていうのは、はいはい、まああとは好みですよね。新車がいい、新車はやっぱいいですけどね、はい、でどう考えてですか、その新車じゃなくてもいいと。まあどうしようかなと思ったら、そのリースの走行距離とか年数によってリースの長さも決まってるっぽいじゃないですか。そうですね、そうですね、うん、古いやつはリースの期間短いですね、はい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 、2年とか、だから多分今乗ってるトラックを引き継いだら今41万マイルぐらい走ってるんですよ。なるほど。カスケディアで2021年です、ね、なるほど、はい、それにしようかなと思ってたんですけど、でもどうせ
ペイメント払うんだったらやっぱ新しくて壊れない方がいいよね。どう思いますか。ちなみにその今乗ってるやつは何年間くらい乗ってたんですか。でも結構乗ってないですよね。なんか何回か乗り換えてますよね。そうそう、5、6、7、8、じゃあ3ヶ月、そんなもんです、はい、じゃあ分かんないですね、3ヶ月くらいじゃね。そうそうかは、まあ、どうですか、感覚的などんな感じですか。今乗ってるやつは良さげ、好きですか。いやもう新しいやつ乗りたいですね。あ、ちょっと古かったから借りた時点で、はいはい、なるほど。せっかくまあね、毎週のペイメント払うんでしたら、結局プライムの場合古いトラックだから安いってわけじゃないんで。そうですか。うん、変わんないですよ、ほとんど。ただリースが短いだけ、短いだけ、うん、それだけの話なんで。そんでそのコンプリーションボーナスが少し入るみたいな感じですね。そうでしょうね。だけどその結局期間が短いから金額も入ってくるのも少ないですよね。はい、新しい方がいいですかね。どうなんですか。まあそんなに今焦ってないんであれば、じっくり腰据えて待って、新車来るの待ってとか、それかもしくはそのとりあえず今あるので、まあ程よいのがあったらそれに乗ってって乗りつつで、確かね半年乗ってると新車オーダーできるんですよ。あ、そうですか。なんかそうだから、まずなんかそれなりに納得いくやつ乗って、半年乗った段階でオーダーする新車を。でしたら新車が次オーダーしたら納車されるのは半年かかるんで、はい、あ、そうですか、うん、大体で半年待って、だから1年間ぐらいその、はい、まあ、古いのに乗って、1年経った時点で新車に乗り換えていくっていう方法はありますよね。そういう風にしてる人多いですよね。だからプライムすごい新車トラック多いじゃないですか。この14000オーナーオペレーターみたいなの、14000ドル頭金に入れてっていうかあるじゃないですか。あの買い取るってオプションですよね、はい、リースパーチェスってやつですよね、はい、はい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 。あれはどうなんですか。あー、リースパーチェスに関しては僕もやったことないんで分かんないですけど、その、まあ、買い取る気があるならいいかもしれないですよね。もうそのままその先も買い取って、買い取って乗っちゃうみたいなね。それだったらいいって感じですか。そうだけど、そこがやっぱ難しいところなんです、リースの。だから何起こるか分かんないから、事故っちゃって事故るかもしれないし、はいはいはい、あと、うん、まあなんかなんかの都合で仕事できなくなるかもしれないじゃないですか、はいはいはい、したらなんかだからそこが難しいんですよ、どう考えるかが。だから僕もリースパーチェスはしないで普通のリースやったんですよ。なるほど。考えたんですか。やっぱり考えましたよ。あ、そうですか。だけどやっぱ自信なかったですよ僕そこまで、だって最初頭金1万何千ドル払って、はいはいはい、買い取るまでは 4,5 年かかるじゃないですか、うん、4年くらい 3,4 年、はいはい、で 3,4 年続ける自信もなかったし、最初始めた時とかね。あ、そうです。そうだったんですね。もちろん分かんなかったから。へ、はいはい、まあでもすごい楽しいですね。何しようかなって考えてる時期が楽しいじゃないですか。そう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 。ピータービルドのいいなとか。ああ、そう選べるかいいですよね。はいはいはい、羨ましいですよ。僕なんかインターナショナルはそれしかなかったからそれにしたって話ですから。そう。しかもタンカーだから全然この箱車系のトラックはもういろいろ種類あったんですよ。ピートもあったし、インターナショナルもあったし、あったんですけど、タンカーはもうこれしかないですみたいな状況で、次また新車ってなっていつ来るか分かんないし、中古になっちゃいますよみたいな話。やっぱりその当時は僕も新入社員だったんで、選択肢新車もオーダーできなかったし、で新車オーダーできないから、まあ好きなやつはオーダーできないけど、一応新車があったからインターナショナル乗り始めたんですよ、新車だったから。で半年経ったらリースコンプリーションボーナス溜まっていくじゃないですか、はいはいはい、したらなんかそこでリースを解約したらそれゼロになっちゃうんですよ。リースコンプリーションボーナスっていうのはそのトラックを借りて最後まで乗ったらもらえるってものなんで、はいはい、途中でリースやめたらゼロになっちゃうんですよ、はいはいはい、だから乗っていくうちにお金溜まっていくじゃないですか、はいはい、したらなんかここで解約して新車するのお金の無駄だよなと思ったんですよ、はあはあはあ、できたけど半年経った時点で自分の好きなピートとかインターナショナルをオーダーして、はいはい、インターナショナル返して、はいはい、でそこからまたゼロからスタートっていう乗り方はできたんですよ、もちろん、はい、だけどそうしたらそこからまたリースコンプリーションボーナスがゼロからスタートになってって、インターナショナルで半年なり乗った分はもう一切もらえないんですよ。なるほど。
コンプリーションだから、コンプリーションしてないから、はい、そうですね、うん、そういうことですね。そうだから考えたんですよ。なるほど。無駄だよなと思って、そのかただ自分の形の好きなトラック乗ってお金、はい、何千ドルもね、はい、無駄にするのは無駄だなと思って、はいはいはい、で乗り続けること決心したんですよ。なるほど、ね、うん、面がいいでしょみたいな、はいはい、仕事の車だしみたいな、はいはい、結局でも今となっちゃもうでもすごいもうカスタムされてる、気に入ってますよ、結構いいす、ね、結構気に入ってます。さっきちょっとあのちょっと歩いて、気づきました、ちょっと見に行った、あ本当、あの重いやつもうお手伝いしたいなと思ったんです。あ、ホンダ、ありがとう。綺麗に入ってるなと思って、すげえ、きっちり入ったでしょ、うん、すげえ綺麗だなと思って、うん、いやさすがだな、自分でちゃんと、寝ずに、いやいやいや、寝ずにいろいろやってそういうので気に入ってます。外、僕はその外になんかディカルとか、はいはい、プライムの運転手さ、そういうの多いじゃないですか、はいはい、なんかやたらすごいなんか、はいはい、すごい柄とか入れてる人多いけど僕はそっちのお金があるんだったら他のことにお金使うからみたいな、はいはいはい、発電機買ったりとか、あれすごいっす電気も完璧じゃない、完璧っすかね、電気完璧、うわ、あいいな、やっぱり APU だけだと料理とかし始めると、はいはい、まあもちろんそのポータブルバッテリー買ってっていう方法あるけど、はいはい、まあなんかね、時間もそんな何時間も使えないじゃないですか、はいはい、あと僕の場合デスクトップコンピューターあるんで、まあ、APU 冬ならまだまずいいんですけど、夏とかだと冷房と発電機が両方回るともう発電しきれなくて電圧下がってきちゃうんですよ、はいはい、であと多分無理がかかって早く壊れちゃうとか、それが僕の過去の経験、何回も壊れて苦労したんで、APU ですか、あ本当ですか、うん、オルタネーターなんか多分もう4回ぐらい変えてますよ、そうなんですか、うん、だけど発電機入れてからはその電気が分、電気なんていうんですか、その負荷を分散できるようになったんで、その APU が壊れづらくなってます、そんな気する、あそうですか、ね、僕もあれちょっと勉強したいなと思って、あちょっと後で見せてもらっていいですか、あもちろん、はい、あの別に今日じゃなくても今日暗くなってくる、明日とかでも明日以降とかでも、はいはい、ずっといますんで多分来週の週末まではいるんで、週末1週間いますんで、あそうですか、あよかったよかった、焦んないでも大丈夫です、あそうですか、まだやることあるんで、あそうですか、あの本当僕多分明日からやることないんで、あいいですね、しますよ、あなんかあればね、ちょっとタイミング悪かった、もうちょっとっ、ね、あれだったら助かったんだけど、もう腰がやられましたね、そうっすよ、130ポンドですよ、あの発電機、マジっすか、人1人分ぐらい、ちょっとした、あそうっすか、でもなんとかなりました、あれはじゃあ、こないだメキシカンのおばちゃんかなんかに聞いてたやつと同じやつ、いやあのメキシカンのおばちゃんのやつは僕の発電機で倍あります、重さ、そうの一番いいやつ、7000ワットのやつ、僕のは2800、あそうなん、うん、全然小さいやつ、あの7000はやばいっすよ、あそうですか、乗らないでかすぎてあそうですか、考えたんですかやっぱ、実は考えたけど、まあ、7000ワットまでいらないっていうのと、あとはそんなでガソリンそんな持たないんですよ、実は僕の発電機一番ガソリン持つんですよ、その長時間使える、はいうん、あとはその重くて上げられない道具がないと、なんていうの、その人の力じゃも上げられないさ、重すぎて、なんかこうやって見えて250パウンドぐらいですよ、だって あの7000は、うわでもフード、あのああいうフードトラックみたいなやつは結構ああいうあれついてるんですか、あれぐらいの、だけど、やっぱそのぐらいいるんじゃないですか、すごい冷蔵庫とかたくさんあるから、ああいう人たちって多分、なるほどね、いやあれすごいですね、僕も中のインバーターがもうダウンしちゃいました、あら本当、バンつかなくなったんですか、つかなくなっていろいろ調べてたんです、うん、調べてブレーカーパチってやればバッテリーのブレーカーパチってやればできるっぽくて、うんはい、あのロードアシストに聞いたんですけど、それはあのインバーター自体の故障だみたいな、インバーターっていうかそのケース、車のバッテリーの方に直接取ってるから、はいそうですね、そこは開けられないから、切り口開けられないから、うん、ターミナル持ってこないとダメだって言われて、
だから僕は自分でやるんですよ。ですよ、ね、僕も最初はそうでした。やり方分かんなかったから、分かんないっていうか、分かっな、そうだろうなと思ったけど道具もなかったし、なんかやっぱりそん大変じゃないですか、外してあげたりするの、正直、はいはい、最近はもう何回もやってるから慣れてささっとできますけど、最初はやっぱ苦労しましたよ。あ、そうですか。僕も一番まずインバーターで困ったのは、なんかオーバーロードかなんかさせちゃってフューズ飛んじゃったんですよ。あ、だからもう全部つかないでしょう。冷蔵庫も動かなくなるでしょう。はいはい、そうそう、全部捨てちゃいました、ね、全部腐っちゃうでしょう。はい、だからそれが最初あって、やっぱなんか自分でできるように準備しとかなきゃなんないなと思って、フューズ買って予備持って道具持って、はい、でできるようにしたんですよ。へー、うん、じゃあそういう経験から、経験からそうやっぱ苦労して、うん、まあ苦労っていうかなんか、はい、なんやかんや起こるじゃないですか、この仕事してると、はい、なんか僻地で、はい、誰もいない僻地でなんかインバータ動かないよみたいな冷蔵庫つかなくなったらどうしようみたいな、はいはい、うん、強い子になりますよね、本当。そう、僻地でね、ピンチになるとね、僻地でカンザスの何もないってことがわかります、ね、だからそういう時だめ、とにかく予備、はい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 、予備があればどうにかできるみたいな、はいはいはい、経験から来てるんですね。経験からですね、もう嫌な経験から、はい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 、参ったなみたいな、はいはい、でその時どうしたんですか、インバーターは。冷蔵庫やっぱり使わなくなりましたよね。冷蔵庫持ってます？持ってます、うん、ギャランツってあの、うん、ほらウォルマートでよく売ってる、はい、こんな2層式のちっちゃい2層式のやつですね。200ドルぐらいするやつ、うん、一応その冷凍庫、フリーザーと、うん、冷蔵庫、うん、2層式のやつ一応持ってて、そこに納豆とかいろいろ、納豆とかあのスライスビーフとか、うん、スライスした牛タンとかいっぱい入れてたんですけど。すごいですね。だけど牛タン入れてってことはなんか焼き道具持ってんですか。焼き道具はあのウォルマートであのガスあアイロン、なんていうんですか、うん、ちょっと分厚い、うん、あの鉄板買って、鉄板、あの岩谷のガスコンロ持ってる。あ、持ってんだ、はいはい、あ、いいですね。カセット式コンロ。そうそう、はい、さすがだけど、はい、カセット式コンロはガス缶たくさん持ってないとなくなっちゃうんじゃないですか。あ、はいはい、何本ぐらい持ち歩くんですか。 5、6本とか8本ぐらい、8本ぐらいでね、4本セットを2つぐらい入れて、そんだけあればどうにか持ちますか。次帰ってまた補充みたいな。はい、そうですね。今日オールマートにさすが、まあ、ガスはね火力強いからいいですよね。はい、僕みたく全部電気でやろうとするといろいろ発電機を準備しなきゃなんないっていういや、それはそっちの方がすごいですよ、ね、あれすごいな。なるほど。いろいろ経験して僕も、まあ、1年間カンパニーで経験できたんで、はいはい、多分3回ぐらい大きいことやらかしてるんで。最初悩んでましたよね、はい、要は最初なんかカンパニーでやるかリースでやるか、本当一番最初悩んで、またやっぱりその自信もないしカンパニーでやってみようっていうのでやり始めたと、はい、でその3回も大きいなんか事件あったんですか、はい、あの落ちた雪に落ちたやつとあとあの沼にはまったやつと、沼っていうかぬかるみにはまって、それどこですか。アイダホの、アイダホ確かアメリカンボールかなんかのなんかなんかあのほらスイートポテトとかを加工するような工場で、はい、そこにあのスイートポテトをそのままこうガンガン入れられるわけですよ、トレーラーに。じゃ あのドックみたいなのはないと、屋外なんですか。そうですね、屋外で、ほぼ屋外で、ね、はい、ベルトコンベヤーでガーッて出すみたいなやつ、うん、でそれ何、フォークリフトでグッて入れてくれるんですか。待ってると、畑で待ってると。あ、そうですね、フォークリフトでこうなんかこうやって来て、うん、バーンっていうのがこうやって何回も何回もフォークリフトでこうやって、で箱車の中には最初なんかこう箱車の中にさらに箱みたいなのが入ってるんですか。いや、もうそのまま丸のままスイートポテトとかありますよ。たまにどうやって出すんですか。なんかベルトコンベアみたいなこういうトレーラーの中にこうやってグワーって入れて、入れてよ。じゃあ人が入ってくれたらこうやってガーってそのベルトコンベアにこう、でも人がこうやってやんなきゃなんないですよね。最終的にはそうですね、フォークリフトで、うんうん、なんかパレットみたいなのでこうやって作ってみたいな。そんな風にして運ぶこともあるんですか。こともあります、ね、そこ多分あの雪の時期で、うん、見えなくてあっち行ってドックしろって言われて、うん、行ったらもう動けなくてはまって、あ、もう滑り始めた、はい、そこでもうロードアシストを呼んで
ガーって引っ張ってなんかトーイングカンパニーみたいに呼んだんですか、はい、どうでかいトラックみたいな、そしてウインチみたいにつけてビーって、あ、そうですよ、こうやってなんかこうやってつけてこうやってクレーンでガーッとするみたいな、うん、はい、あ、じゃあちょっと沈んだんですか、タイヤグニ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 みたいな、すごい沈みました結構沈んで、あ、もうダメだって、あ、もう全然動かない感じ、はい、多分カンパニーだから罰金みたいなのはないでしょ、別に多分それリースだったら2000ドルとか取れる、そうですね、そういうの勉強できました、それは、あ、カンパニーの、ね、バジェットで勉強できたんで、怖いっすよ、だってもうほとんどいいねだから、だって、はいはい、いくらかどうか調べてくださいって聞けないから、ほぼ、はいはいはい、だからいい人に当たればいいけど、はいはい、なんか最近そういう詐欺も多いらしいじゃないですか、オーナーオペレーターさんとか、あ、そうですか、なんかそういうのあって呼んだらなんか1万ドル取られたとか、そういう話聞きますよ、本当っすか、本当半分詐欺みたいな感じ、まあ多分プライムだと、一応プライムのロードアシスト経由だと、はい、まあそのいつも利用してる業者を呼ぶってことだから、はいはいはい、そんな変なことはしないと思うんですよ、うち、ね、そのお得意さみたいなもんじゃないですか、だけどやっぱり、ね、僕だってあそこで1回埋まったんですよ、どこだったっけな、アイオワ、はいはいはい、アイオワのショルダーでちょっと止めようと思ったら、はい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 、積んでる時で硬いと思ったんですよ、したら思ってたよりやばくてグニグニグニって入っていっちゃって、あの時いくらだったかな、確かに1600でしたっけ、1600かなんかで、でも1600のすごいいい方だと思う、安い方だと思う、うん、場合によってはもっととか行くし、あとやっぱりなんか壊れて自走できなくなった時にトーイングして運んでいく時もやっぱり2000ドル、2500、まあ、3000まで行ったことはないですけどね、カンザスシティからここまで、はいはいはい、エンジンがブローした時、あの時も確か2500、3000弱ぐらいかかりましたよね、実費ですか、実費ですよ、もちろんリースだから全部実費ですよ、あとニューヨークでなんかやっぱデフ系のトラブルがあって走んなくなったんですよ、その時もニューヨークのそのシッパーさんからニューヨークのインターナショナルディーラーまでだいたい1時間半ぐらいの工程だったんですけど、その時も確か2500、600くらいかかりましたね、でも多分安い方だと思う、うん、じゃあそのエンジンブローした時は修理費はかかんないけどトーイングはかかるみたいな、そうは実費みたいな、怖いですね、やっぱ新しいトラックの方がいいかな、マジで僕新車でしたよあ、そうっすね、でもフレートライナー強いんじゃないですか、やっぱそうなんですかね、多分強い気がする、実費だからね、そこなんですよ、だからもうとにかく稼いで稼いで貯める、そうそう、ね、最初の1年間はもう休まない覚悟で、はい、僕なんかやっぱ最初の1年半ぐらいはもう休む気なかったですよね、はいはいはい、っていうかあれですよ、買い取るまで休む気なかったですよ、はいはいはい、まあ、ちょっとバケーションは取りましたけど、スキーとか、はいはいはい、だけどそのなんていうの、普通だとなんか1週間仕事して休み、1週間仕事して休みとかそういう風に考えがちだけど、はいはい、そういう気全くなかったですよね、はいはい、だけど、まあ、仕事も結構あったし、まあ、今もありますけどね、真面目にやればやっぱり1月1万以上は行くから、あ、でもね、1万以上行けば1ヶ月ですよ、だってっていうかもっと行きますよ、そうそう、うまくいけば、結構ストイックに走ってたんですか、もう僕はもう仕事はもう断らず全部やってたんで、1万切ることなかったですよね、ほぼ1万で、いい時は1万5000とか、あ、そうですか、1ヶ月で、はいはいはい、だから半年もやったらもう 4,5 万とか軽く銀行口座に溜まってくるみたいな感じ、だから2000ドル3000ドルの損害があっても払えるっていう、そうですね、じゃないとカンパニードライバー系の1マイルいくらっていうふうにしかもらえないんだったら無理ですよ絶対、はい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 、ねえ不可能じゃないですか、そうですねだって3000マイルぐらいですか頑張って1週間3000、そうですね、その4000ぐらい行く時もあるけどそれはほぼ稀で、稀で、うん、3000とか、まあ行かないときはね、1500とかやっぱりですよね、そういうその食い込んじゃう週とかはですよね、なんか待たされたとか、そうそうそう、したら結局今どのぐらいですか、50セントぐらいですか、60ぐらい、48、でもそんなもんですよね、はいはい、だから結局3000マイル走っても1500しかないってことで、そんな感じですね、買ったの、そうそうそう、あ、だから僕なんかそのリース
でよくやっぱカンパニー、僕は別にカンパニーがいいとか悪いとか、はい、リースがいい悪いっていうんじゃなくてその人の考え方なんで、その難しいんですけどね、いい悪いとは言えないけど、でも僕は考え方的にマイル走ってそんだけしかもらえないのは嫌だなと思ったんですよ。そうですね、なかなか厳しいっていうでしょう、甘くねえなっていう、甘くないですよ、はいはい、だからほとんどのトラック運転手さんってスピード出したがるじゃないですか、はいはい、なんか それしかない、それしかないじゃないですか、カンパニー系で走っていっとって、はい、だけどスピード出したって限られてるじゃないですか、はいはい、DOT のあれあるし、せいぜい知れてる。だけどリースだったら荷物単位でお金もらえるから、その、はい、スピードじゃないんですよ、効率、いかに効率化を図るかっていうので、はい、ね、売り上げ上げていけるから、はい、だって僕なんかその今でもそうだけど先週結構まあまあ良かったんですよ、日本で多分距離的には2500マイルぐらいしか走ってないんですけど、売り上げ的には6500ぐらいしか、1週間ですごいですね、だからそういうのができるんで、でそっから税金はクォーターずつ払う、そう、税金はもちろん別、はいはい、税金払わなきゃなんですよ、ただその6500が自分の銀行口座に入ってくるって話、はいはいはい、会社員だったら、はいはいはい、その1500とか例えば3000マイル走って1500入ってきたらすでに転引されてるじゃないですか、ね、ソーシャルセキュリティとか、はいはい、でだからまあ税金の心配ないのはいいところですよね、はいはい、だけど何の経費も落とせないじゃないですか、そうはっきり言って、はっきり言って、はいはいはい、だってなぜかというとトラックのことは会社が全部やってるから、はいはい、自分の経費じゃないから、はい、当然ホンダも経費、ホンダも経費ですよ、すごいですもちろん、仕事道具だから、はいはい、そうですよね仕事道具なんで、いやーちょっと楽しみだな、だから、まあ、そこら辺は会計士さんと相談してちゃんと、はい、ね、やった方がいいんじゃ、やれば問題も起きないし、はいはい、なるほど、だからそういう、だけどもともとビジネスオーナーなんで、ね、ビジネスオーナーさんだったらそういうのあるじゃないですか、自分でやるぞっていう、はい、なんか人任せじゃなくて、はい、自分でやるぞって気がある人だったらできると思いますけどね、はいはいはい、だけどやっぱ会社員根性が抜けない人は無理だと思う、なんか例えばトラブって、はい、トーイングに3000ドル取られたプライムは詐欺だって言ってるような人は無理だと思う詐欺ではないですよね、詐欺ではない、そういうもんですね、現実ね、現実、はいはいはい、ただカンパニードライバーだと会社はそういうの払うの前提でやってるからそんなに払えないって話、はいはいはい、ねえ、だから会社は先に事前に貯めてるから、はいはい、カンパニードライバーさん、社員のドライバーさんにはそういうの見越した、はい、経費を見越した残りをちょろっとしか払えないっていう、はいはい、だからカンパニードライバーだともらえる手取り分が少ないっていう最初から、はいはい、はい、まあ、だけど何かあった時は会社が、ね、はい、やってくれるからっていう、はい、普通になんかこう別に目的もなく働くんだったらカンパニーでもいいかなと思います。そう思います ね、そうそうそう、だからその別に長期で考えてなくて、まあとりあえずちょっとちょこっとやってちょこっともらえればいいっていう考え方ならカンパニーのいいかもしれないですよね、はいはいはい、あとまあもちろん大きい会社でね、労組あるような会社とかで福利厚生あるところでやりたい人はそれでいいと、それをやるのがいいっていう場合もあるし、まあ考え方なんで、はいはい、カンパニーのドライバーのこともかなり勉強できたんで、まあ良かったなと思いますよ。ウォルマートに、ウォルマートの転職も考えてました、実はね。それはそういう結婚するあれがあったんで、そういう そっちの方に行った方がいいかなと思ったんですけど、今となっちゃね、関係ないね。だからそういう考え方なんですよね、はい。だから定期的に家帰りたかったら、やっぱそういう会社で働いた方がいい場合もあるし、はい、まあ。人それぞれね、はい、血がケースバイケースなんで、はい、だけどこの OTR は、はい、その家に帰んなくていいぞっていう気持ちがある人だったら稼げると思いますけどね、はい、正直、はい、まあ、トラックは家ですみたいな、そうですね、全然住めます、住めるでしょ、全然住めます、一人だったら全然余裕、一人最高です、ね、はい、いや、いいですよ、僕もだからそのニューヨークに住所まだありますけど、そう、帰る必要性ないですもん、だってトラックの方が便利ですもん
分かんない人から知らない人から見たらなんでと思われる可能性は高いと思うんですけど、トラックとか便利ですよね、はい、シャワーただで入って、ターミナル最高、居心地すごいいいですそう、だから、こういうメガキャリアのプライムとかは、いいことも多いんですよ、いろいろね、制限も多いけど、スピード出せないとか、制限とかあるけど、でも僕のなんかもオーナーオペレーターでやってて、保険が安いとか、だって1週間100ドルですよ、たったの。で多分僕も自分で見積もり取ったんですよ、はい、プログレッシブとか他の、はいはい、その自分のオーソリティって言って自分の本当の、はいはい、なんていうのトラック会社始めるっていうのを見積もり取ったけど、やっぱ1万ぐらいいくんですよね大体ね、保険だけで、まあ、月で、いやいや、あの1年で1年で、でプライムだとその半額以下なんで、 あとはやっぱこういうアメニティ、はいはいはい、もし自分でオーソリティ取ってやり始めたら自分が行けるところってトラックストップだけになるじゃないですか、はい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 、したらシャワーも全部有料だし、全部有料だし、こうやってゆっくりする場所もないし、はいはいはい、それはちょっと嫌です、嫌だというか、やっぱプライムにお世話になってるからね、あ、そう、こっちの方がいいなって思っちゃうね。だから全然僕はだからよく本当のオーナーオペレーターさんが言うのはなんか、プライムに天引きされてるでしょ、ピンハネされてるでしょみたいな言い方する人いるけど、はいはいはい、でもピンハネじゃないんですよ、はい、プライムはこうやって運営していかなきゃなんないから、はいはいはい、何割かは取ってこういうとこ提供して運営してるわけだから、はいはいはい、別にそれは当たり前なんですよ、当たり前のことなんですよ、はい、でそれを僕は 今時点で僕はすごくフェアだと思います、プライム、はい、なるほど、うん、はい、だって僕の今手取り、あの取り分が70何パーセントですよ、73ぐらいかな、はい、なんか2割ちょっとしか持ってってないんですよ、はいはい、でしかもその明朗会計だから、はいはい、なんかあとやっぱりその僕も自分でやろうと思っていろいろ調べてたりしてるんですけど、はいはい、やっぱフルエイトブローカー使わなきゃなんないでしょう、なるほど、はい、うん、だ結局はプライムと一緒なんですよ、やっぱりそのフレートブローカーが仕事持ってきてそこの仕事をやるわけだから、はい、そこの人はお金持ってくじゃないですか、だけどプライムより不透明だと思う、なるほど、うん、怪しいですか、怪しい、だってそういう話よく聞きますよ、だからオーナーオペレーターさん苦しんでるみたいな、そうですか、なんか、分かんないけどね、やったことないから、だからそういうのも僕調べてるんですよ、いろいろいろんな方向性同じですよ、ウォルマートやるのとはいろんな方向性を調べて、僕の場合はトラックも自分のものだから、はいはい、いつでもやろうと思えばできるから、はいはい、だけどその現状は、はい、うん、その完全なオーナーオペレーターやる価値は現状は僕は見出せないですね、お金的に、はい、現状は分かんないですけどね、いやでもプライムでやっぱりちょっと落ち着いてっていうかいいんじゃないかなと思いますよね、だからまあだから僕もそうだけど別にプライムだけが特別いいわけじゃなくて、多分他のメガキャリアさんもいいところもたくさんあるだろうし、やったことないから分かんないだけで、で大体インターネットに出てる情報ってなんか文句の情報ばっかり多いから、なんか失敗してた人たちがあそこの会社は悪い、ここの会社は悪い、騙された、だけどプライムのことそうやって言う人もいるから結局、はい、だからその、はい、僕から言ったらなんでかなとは思うんですけどね、なんかほらフリートマネージャーとうまくいってて、うん、まあ、会社の中でうまくいってんだったら、うん、単に動いた期間働けないじゃないですか、働けない、でなんか変なフリートマネージャーと当たってまた辞めちゃってまた戻ってくるってなったらそこの期間ロスるじゃないですか、ロスる、だって次の会社行っても、はい、じゃあ入社決まりましたって言っても、じゃあ明日から走ってくださいってわけに、はい、いかないじゃないですか、またそこの会社なりのセーフティーとか受けて、多分少しはトレーニングあるでしょう、はい、一緒に運転させられて、はい、ってなるとまたいろいろ苦労するじゃないですか、そうですよ、だったらおとなしくもうとにかく休まないで、そう、働き続ける、そう、それが一番お金かかってくれます、そう、しかもやっぱトラックっていうと分かると思うんですけど、とにかくなんかもう、なんていうの、文句っていうか、なんかなんだろうって困ること結構起こるじゃないですか、はいはいはい、だけど、それはもうトラックの仕事したらつきもんなんで、はいはい、もう、
しゃあないと思って、はいはい、しゃあないと思ってもう文句はほどほどに、はい、もうまあそういうもんだと思って、はい、おっしゃる通りもう一つのとこで真面目にやっていくのが一番だと僕は思うんですけどね、まずは。で本当にだから僕もそういうつもり で、僕もやっぱ思いましたよ、あそこの会社はどういいんじゃないかとか。だけど同じ意見、はいはい、コロコロ仕事変えてても意味ないみたいな、はいはい、だから僕はプライムでまずリースで始めてやって、次のステップはもうオーナーオペレーターですね、本当の、はいはい、でそれになるかなんないか、うん、その差、はい、だから他の会社やっててどうのって考えてないですね、はいはい、現状はプライムにいるか、もうその次はもう本当の大きなステップで、はい、本当のオーナーオペレーターになるかどうかっていう、はいはい、でもね、まあプライムで今のオーナーでも十分あれですよね。だって見てて分かりますよね。だって2週間3週間休んでも何の問題もない、はい、多分普通の会社員だったら休めないでしょ。休めないでしょ、カンパニードライバーだと、はい、なんかいやちょっともう、いろいろあるんで3週間休みますとかって言えないでしょ、はいはいはい、有給休暇とかを使うみたいな感じになるから。でやっぱカンパニードライバーだとやっぱそういう制限もあるじゃないですか、もうとにかく会社員として働けなきゃなんないから、はい、決められた感じして、ある程度走ったら休みがいくつ、はい、ある程度走ったら休みがいくつだから、なんか突然すいません、なんか僕明日から1ヶ月休みますってできないじゃないですか、はい、でもリースとかだったらできるんで、はいはい、まあできないけどね、支払えるから、ね、支払えるかできないけど、はい、でも僕もその次のステップで買い取ったから今はできるっていう、はい、うん、いやもうやっぱやりきった男の、やりきりました、やりきりましたよ、さすがですよ本当に、気合、気合ですよ本当、はいはい、つべこべ言わないでやるっていうね、はいはい、つべこべ言わないで、うん、それがポイント、そう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 、成功する秘訣はつべこべ言わないでやるっていう、なんかフリートマネージャーがなんかやだ、まあうんぬん、シッパーさんがやだうんぬん、つべこべ言わないで、はい、うん、そんなことある、 あるからみたいな、はい、うん、とにかく走ってみたいなね、断らないで、そう、やっぱりフリートマネージャーもほら良くないロードとか、うん、そういうのをほら平均的に割り振りますよ、まあ、平均的に、そうそうそう、うん、多分レベルとかも多分見てるじゃないですか、うん、しかもあのリースの場合って、うん、あの保証あるから、最低保証知ってます、うん、そうなんですよ、うん、なんかあんまり悪いのが続いて、平均値より下回ると補填してくれるんですよ、あ、そうですか、うん、なるほど、だから、うん、だけど僕は下回ったことはないですけどね、あ、そうですか、だけど普通にフリートマネージャーさんと仲良くやってれば、はい、その問題ないと思いますけどね。でしかも僕今のフリートマネージャーさんはもう僕がリースやり始めた最初から同じ人、あ、それがいいですよね、うん、で最初の頃はもう本当僕最初の3年間つべこべ言わずに、はいはい、もう何も言わずに、ただ家に帰るときはニューヨーク方面の仕事欲しいんですって、それだけ、はい、あとはもうなんか5マイルのロードで本当ですか、あ、5マイルってのありましたよ、5マイルロード、なんかここの工場が隣みたいな、はいはいはい、でもそれでも400ドルぐらい払われるんですよ、はいはい、いいですよね、そうとか、はい、そういうのもやったし、はいはい、なんかシャナハンからシカゴっていうなんか短い700ドル800ドルっていうのもやったし、何でもやってましたよ、そういう風に、そうだからもう、ね、もうだから彼も分かってるから僕、はいはい、そうやってずっとやってきて、うん、だから最近は「雄太行きたいです」とか「雄太がないならここでゆっくり待ってます」みたいないや最近余裕あるからあ、そうですか、分かってると思う彼、 あいつはもう余裕あるなみたいな、そうですか多分バレてるね、あ、そうですか、昔だったらもうあれでしたよ、もう何でもやるから何でもやるから何でもやるから何でもちょうだいちょうだいってやってたから、どんな短いのでも、ペイメントあるから、はいはいはい、じゃあもうひっきりなしに、もうひっきりなしにやってました、何でもいいから、とにかく赤字にだけはなりたくなかったですね、はい、うん、1月の売り上げが50ドルでもそれは良かったです、それやることによって次の週に5,000、6,000入ってくるから、はいはい、だからもう1年間でトータルで考えなきゃなんないんですよ、はい、その1週間2週間とかこの1、2ヶ月とか四半期ごとの売り上げ見て、はい、なんか一喜一憂してたらダメだと思います、はいはい、もう1年で見なきゃなんないっていう、いい時も悪い時もあるから、そうですよ、なんか最初ガバッとお金貯めて、はい、トラック調子打ちで新しい打ちで備えるっていう、後でね、そう後でかかってくるから、何があるか分かんないからね、そう後でお金かかってくるから間違いなく、はいはいはい、備えるっていう、
だからレストランやってた時はやっぱ飲食店はもう本当その日の毎日の売り上げが重要だったんで、やっぱりこれ食べ物ダメになっちゃうじゃないですか。だからもう毎日回さなきゃいけないから、もう毎日もうここ売れねえかな売れねえかなばかり考えてましたけど。なるほどね。まあこういうトラックの世界はまた全然違う世界で、やっぱロングターンで見れるし、そうですね、廃棄するものとかってないじゃないですか。ないですね。だからもうそこでちゃんと切り替えないとストレス溜まってダメだなと思ったので、初めのやっぱり半年ぐらいはどうしてもそういうの抜けなくて、うわ、あ、なんか日々気になっちゃうみたいな。そうそう、いいロード、なんだろう俺ダメなドライバーなのかなとか、いろいろ考えたりしてましたけど。分かる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 、なんでいいの来ないんだろうみたいな。そうそうそう、なんで回してくんないんだろうな、なんかダメなことやったかなとか思って、嫌われちゃったからみたいな。でもそんなことないですよ。とにかく黙って、だけどとにかくポイントはうちゃうちゃね言わない、黙ってやってるのが一番、はいはい、やっぱ向こうフリートマネージャーも何十人もドライバー抱えてるから、多分すごいうるさいドライバーいると思うんですよ。いますよ、ね。だからなんかそこでやっぱりいいドライバー、静かなドライバー、なんか何でも文句やってやってくれるって思ってくれたら、いいの回してくれますよ。そうですよ。それがなんか日本人っぽくていいのかなと思って。そうそう。そう思いますけど、ね。頑張って働く。でもそっちの方が絶対いいですよね。チームとしてもいいじゃないですか、そのフリートマネージャーのとかと、フライのチームとしてもやっぱり、そう、うるさいこと言って、なんか、こいつに言っても絶対やんねえだろうなと思われるより、より、いや、そうそうそう、ね、あ、こいついつもやってくれるから、じゃあ、ね、いいの回してあげようとか、そう、だから僕もそういう、僕も今でもその姿勢は変わんないですよ、あ、そうですね、うん、やっぱりその、はい、なんか、本当は西方行きたいけど、西なくて東の方、カナダ、特に僕の場合、カナダできるから。カナダ行けないドライバー結構いるんですよ、パスポートないとか、はいはいはい、だからあとなんか行きたがらない人多いですよね、カナダ、なぜか、だからカナダちょっと行ってほしいんだよねって言われたら行きますよ僕は、はい、本当はネバダとか行きたいんだけどみたいな。 あ、 そうですか。あっちいいロードあるね、帰り道、スパニッシュフォークからアイオワっていいんですよあれ、だって2日しかかかんないけど売り上げ5500ですよ、6000弱行くんですよ。何マイルぐらいで？1100マイル。じゃあ2日、2シフトぐらいで、うん、2日で行けて6000弱ですよ、いいでしょう。いいですね。だから行くときはここからユタまではそんな良くないんですよ。ここからユタまでは場合によっては3日かかって、売り上げ的には3000ぐらいしか行かないんですよ、はいはい、だけど考えてみてくださいよって話、すぐにピックアップして戻ってきて1週間で売り上げ8000いくんですよ。ね、ただ1週間で売り上げ8000いけば、今の場合僕はリースの支払いないから手取りで7000弱いくんですよ。もうそれでいいでしょ、もう1週間ですよ、あと休んでいいでしょ、もうそうだけど真面目に働いて、ね、ね、老後の資金貯めなきゃだって言って、はいはい、あれだけど、1週間で7000稼げたら、その気持ちに余裕で出てくるんですよやっぱ、だから今考えてるのはとにかく安全運転で事故らない、はいはい、事故らないようにするっていう、とにかく、はいはい、それにつきますよね、はい、とにかく事故らないようにするっていう、あとトラックストップでぶつけられないようにするって、ぶつけられないねどんなに面倒くさくてもなんか危ないところには絶対止めない、はいはいはい、もし本当にやばかったらトラックストップでは要件だけ済ましても出る、はいはい、出てなんかランプとか、はいはい、バッキンが切られないとことかまで行って止まるとか、はいはい、おじさんはあんまりトラックストップで止まんないですか？いや止まることもありますけど、その多分僕は幸いなことにタンカーだからトラックストップもそのすごいごちゃごちゃ混んでるとこに行くことは少ないんですよ。都会にあんま近づかないから、はいはいはい、だからトラックストップも割合平和ですけど、場合によってはやっぱりすごい混んでるとことか、もう夜になったら止められないところとか行くこともあったりとかするんですけど、とにかくやっぱ気になりますよね、トラックストップ止まってると。もうやっぱり分かると思うけど、やっぱ新しい運転手さんすごいたくさんいるじゃないですか、はい、あとなんかこういうプライムみたいな会社じゃなくて、なんかすごいよく分かんないトラック会社さんとかいるじゃないですか、運転すっごい下手な人たち、はい、僕に言われたくないかもしれないけど運転すっごい下手な人たちすごいいるじゃないですか、はいはいはい、やばいぐらい、はい、
あとなんかもう雑な人たちとか、そしたらもうぶつけてもどうでもいいような人たちとかもたくさんいるじゃないですか、見てて分かりますよね、はいはい、だからもうとにかく近づかないようにしてます、やばいとこには、はいはい、あとはもうほんと奥の方で絶対に当てられないエリアとかに止めるとか、はいはい、なんかちょっと短いんで結構後ろに入れる感じですか、ね、そうですね、はい、だからそう当てられる最後の最後で箱車がせり出してきてガシャみたいな、あそれがあるんだ、あそれがあるんですね、うん、になんない、あそっかそっか、そうそう、あでもそれでもだいぶ奥まってるんで、はい、だいぶいいですけど、当てられたことあるんですか、ありますよ、ミラーボキとか、あ、はいはいはい、何回ぐらいあるんですか、ミラーボキが1回、はい、あとはあ、でも、それだけかな、あ、そうですか、当てられたことはないですね、でも注意してますよ、止めるところ、注意してるから、うん、そう、あと僕基本的にその夜走るんで、昼間なんですトラックストップいるの、はいはいはい、だから混んできた頃に出発だから、それもあるかもしれないですよね、夜とかだと大体多くの運転手さんってやっぱ夜止まりたがるじゃないですか、だから止めるとこないとか、はい、混んでて、はい、ぶつけられるとか、はい、暗くて見えづらくてとか、はいはい、ありますけど、僕がだいたい仕事終わるの朝の9時、10時、11時なんで、はいはいはい、一番空いてる時間に行って、はい、いい場所に止めて、はいはい、で、混んできた頃に出発、はいはい、まあ、それが一番いいですよね、うん、まあ、道も空いてるし、渋滞にも合わないし、はい、ほぼ、はい、夜眠く、全然眠くない、もう慣れました、でもね、状況によっては眠くなりますよ、やっぱそういう時寝ちゃいますか、仮眠します、必ずマジで、はいはい、そうですね、やっぱ眠くなります、はいはい、暗くなると、あ、そうですね、うん、昼間ちゃんと寝れます、寝れますね、そうですね、寝れます、この仕事したらすごい疲れるじゃないですか、やっぱ、はい、うん、僕でも、なんすかね、週7日あったら、まあ、2日、3日よく寝れて2日ぐらいですね、あとはもう大体寝不足で、あ、なんか寝れないってことですか、寝ようと思っても、あんま寝れないですね、あんまよく寝れない、わかる、やっぱりなんやかんや時間不規則ですからね、はいはい、やっぱね、なんやかんや言って、はい、この仕事は、はい、定期便じゃないんで、はい、だから4時間ぐらい寝てまた走り出してとかそういうこともありますし、すごい眠い時で、僕もそういうのやりますよ、そうです、うん、やっぱりもう眠くなったら寝るしかないんで、はいはいはい、もうコーヒーとか何も効かないじゃないですか、ですね、全く何も効かないです、そうですね、寝る仮眠しか効かないです、はいはい、眠気を取るためには、ね、仮眠のみ、よく寝ますよ、あ、そうですね、うん、やっぱね、さあ仕事だって 1時間したらすぐ眠くなってきたりとか仕事始めたばっかりなんで、はいはいはい、もう眠いみたいな、コーヒー入れてお茶入れて、そう、出発して行こうと思ったら、そうだ、もう眠いみたいな、ね、そうしたら1時間してもう寝る、もう2時間寝るみたいなあるあるある、あ、安全で行けず眠くなったら寝るっていう、いや、もう全く同じですよ、僕は、その生活ですよ、なんかちょっと暗くなってきちゃったんで、まあ、とりあえずちょっとまだ話いろいろしたいことたくさんあるんですけど、はい、まあ、今日はちょっとここら辺ってことで、はい、ね、でまた明日以降ちょっと時間調整してどっか静かなところ、今日すごいですねセミ ね、夕方だからだと思うんですけど、はい、なんかどっか静かなところでまたお話してください、ぜひ遊んでください、よろしくお願いしますでトラックとかまた、あ、ちなみにトラックは今まだカンパニーのトラック持ってるんですか、はい、でそこでいつ返すんですか、その入れ替えるだけです、あ、それまで、それまで持ってていいですか、あ、よかったですね、はい、あ、じゃあ大丈夫だ、ね、ホテルとか借りなくてよかったですね、はい、そうですね、なるほど、わかりました、じゃあまあ、 明日以降にトラックとかぜひ撮影させてください、どんなトラックだったか、わかりました、お別れ会、はいはい、カンパニートラックでお別れ、はいはい、何番ですか、トラックナンバー611ですね、611530、はい、何色ですか、あの茶色みたいな、茶色みたいなやつ、はい、一色にあのプライムガラスがヒュッみたいなガラスが、そうですね、611530、はい、カスケイディアですよね、これですよね、まさに、そうです、そうです、はい、いいっすね、はい、まあ、とりあえずそういうことで、失礼します。